あ、食べたかったな、ブルーベリークリーム。いずぞ買っておいでよ。はあ、今日も可愛いじゃん。こんばんは。元気？こんばんは。どうしよう。歌おうかな。みんなはどう？ちょっと歌う？せっかくだしね。せっかくだしあり。ありよりのそべりなんとかかんとか。あり。何が聞きたい？何が聞きたいの？言ってみなさいよ。何が聞きたいのよ、あたたち。テロップかよ。歌い。よいしょ。やばい。ちょっとお腹が重すぎる。待って。あぐらかくわ。よいしょ。どうしようかな。動画。やべえ、オーバードーズ練習するの忘れてたわ。歌えなかったとこ。ハッピーハロウィン歌う？コメントをコピー。さあ、これは映るのでしょうか。映るー。あああ暗くなりそうだから出ちゃってもいいかしら。ちょっとね、魔法にかけられた君のお菓子から食べちゃうぞ。きっともう君が濃くなるからみんな集まるかな。ずっと待って甘いもの我慢したご褒美をほら一つ二つ金のね騒ぎ出す小さいお化けたち。今日は許してくれるのさ。街に行こう。だってハッピーハロウィン。たずらしたソーディンドだ。あっちもこっちもトリックチーキャンディー。
あ、マーベルチョコ食べたい。マーベルチョコだっけこれ。トントン。もっともっと欲しい。欲張りコーストもない。それならいたずらのレジキね。ハルウィンでした。こんにちは。あ、戻らない、戻った。新時代歌うべ。新時代。ハロウィンの日は、うち、ごめん、うちハロウィンがいつだかわからないんだけど、ハロウィンっていつ？ハロウィンがいつだかわからない。ガチで。10月末？わからん。わからん。なんも予定はないけど。その日のテンションや。待って。新時代はこの未来だ。スカイズルズルだ。変えてしまえば、変えてしまえば。止めたモルフォーゼショーゼミュージック、君が起こすマジック、目を閉じれば未来が開いて、いつまでも終わりが来ないようにって、この歌を歌うよ。 Do you wanna play the other game? ギリギリ綱渡りみたいな旋律、認めない、戻れない、忘れたい、夢の中にいたって、 I will be free。 見えるよ新時代が、世界の向こうで咲いくよ New World。 新時代はこの未来だ。恋中も全部変えてしまえば、変えてしまえば、果てしないもんだ。信じて、あれこれいらないもんは消して、リアルをカラフルに超えようぜ。 Music今始まる Rising。
て逃げようよ。今よりいいものを見せてあげるよ。この歌を歌えば You wanna play 歩けんギリギリ綱渡りみたいな運命。認めない戻れない忘れた夢の中にいさせ I wanna be free 見えるよ新時代が世界の向こうへ咲くよ New World 新時代はこの未来を世界中全部変えてしまえば変えてしまえば果てしない音楽がもっと届くように夢を見せるよ夢を見せるよ信じないだ信じないでした。ありがとうございます。外国メインレッセイ今北西レッセイあやば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 流れる流れる流れるバチバチありがとうございます。今北西レッセイどうもんなんかマジで久しぶりに歌った気がするバチバチありがとうございます。こんばんはレッセイどうも。やっぱ歌うと熱いな。熱いねマジで。新規のチャックありがとう。ってのです。振り返り声認めてありがとう。こちらこそありがとうございます。楽しみだわ。マジで。信じないだ。おばと君と二人。バラララ誰か愛憎との悪い夢を見たい Overdose 君と二人甘いハッタリ Don't stop the music darling ダダ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 ダ確かめてた言葉が形になって揺れるだけ、いい世界できっとそれだけつまらないな世界の読み合わせあとちょっとで分かりかけてたのに飲んで吐いてずっとそれだけなんだっけダダ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 見つめ合えたら Overdose 君と二人ハイブリッドな私を見ててハイブリッドな私を見ててハイブリッドな何を見ててハイブリッドな私を見ててハイブリッド。ハイブリッド、元気でいいかな。元気チャレンジしよう。まぶたがまだ開かないようでポケットの中眠たくなるの読んでみてここにある本当欲望を混ぜ合わせるよI'm gonna be your boy.
体がまた動かないようで、ロケットの中クラクラするの、聞いてみてここにいる人は薬を食後に飲むように、ハイブリッドな音楽かけてダイナミックなノイズの中でロマンチックな夢を見させて、混ざり合ってく心に溺れて、ハイブリッドなお薬飲んで、ハイブリッドなお薬飲んで、ハイブリッドな食後に飲んで、ララルラ。ちょいたか、ララララで、ね、やつハイブリッドでした、やついわ。なんかさ、今さ何もつけてないのね、エアコン、エアコンっていうか暖房もなんか除湿も冷房も何もつけてないんだけどさ、普通にしてたらさそれがちょうどいいんだけど、歌うとめっちゃ熱いわ。やば。膝裏と脇汗がえぐいんだけど。汗っかきだからさ、うち。アルバムは多分マイナス2じゃない?マイナス2です。で、そう、うちめっちゃ脇汗出るんだよね、マジで。なんか脇汗の感染、なんか、人より5000個ぐらい多いんじゃない?こんにちは。マジで、本当にうちね、マジですぐ汗出るんだよね。なんだっけ、新陳代謝、陰菌代謝、何、絶対陰菌代謝ではないわ。新陳代謝で合ってる。陰菌代謝はまずいわ。新陳代謝、新陳代謝か。新陳代謝ねん。だから岩盤浴とかに行くとマジで秒で 汗出る。なんかもう水滴バーって出る。マジで毛穴から出てんだなってくらい出る。逆に汗出ない人羨ましいけどね。なんかそのやっぱ新陳代謝いいとさ、人からはいいなって言われるじゃん、すぐ汗かけるのいいなみたいな。なんかそのすぐ汗かいたことによってのメリットみたいなのを未だに感じてないからわかんない、あんまりわかんないわね。だって汗はかかない方がよくない？だって臭くならないしさ、それこそ服とかさ、汗染みしないしさ。ね。全然書きたくないんだけど。まあでも自分たちが実感してないだけで体は頑張ってるんだろうね。いいことなんだろうね。いや、わかるよ。うちも汗かくとさ、てか髪がさ、薄いからさ、ごめん、髪が薄いからはちょっとまた別になるんだけど。毛が細いからさ、めちゃくちゃ髪の毛が。マジで汗ですぐダメになるのめっちゃわかるわ。ねえ、しかもさ、髪の毛ってさ、
あの、まあ、皮脂とかだからさ、汗わかる、あの乾かしても乾かない、あの感じわかる、乾かしてもね、わかる、オイリーじゃないけどさ、ちょっとオイリー味残るのわかる、もうシャンプーで洗わないと治らないみたいな、水だけで洗うだけじゃ治らんみたいな、わかる、めっちゃやだよなあれ。いやわかるわ、うちもめっちゃやだわマジで。潮風に近いもんな、確かに潮風とか当たってもあれなるね。そうでもさ、うちさ、あれさ、うちってさ、お風呂あんま入んないじゃん。うちってお風呂あんま入んないじゃん。でもなんか最近なんか知らんけどさ、すごい、そう、その流行り病になってから、すごいなんか寝汗をかくことが増えてさ、最近お風呂入ってんだよね、なんか毎日。偉くない？だからそれこそさ、髪の毛が細すぎてさ、汗に負けんのね。寝汗に。うざい、あれマジで。あの、首の後ろめっちゃかくねん。首の後ろ。いやいや、みんな知っとるやん。うちがお風呂あんまり入らないってこと。いや、みんなは知ってると思うんだけど。いや、お風呂上がりのクマちゃんほどいい匂いの人はいないよ、ちなみに。嗅いで？全然嗅いでいいよ。え、だってなんかお風呂上がりの自分がいい匂いすぎて寝れるもん。逆に。わーってみたいな。あー、いい匂いだなって寝ちゃう。それぐらいにはいい匂い。うん、絶対いい匂いしてる。お風呂上がりはね。ライブ前に風呂入って、いやー入りたいけどさ、お風呂ないよ、会場に。くもちゃんお風呂上がりの香水作って大衆取っとかないとダメよ。でもなんかわかる、なんかさ、なんかずっと一緒にいてもずっと匂いがある人っていない？なんか例えばもうほんと丸一にしたってもさ、ずっといい匂いの人っていない？香水とかじゃなくてさ、女の人特にね。なんなんだろうねあれ。なんかわかる？ずっと頭の匂いがいい人みたいな。だって一にしたったらさ、汗臭くなるやん、頭皮って。でもずっといい、に、いい匂いの人いない？なんなのあれ。なんでなの？めちゃくちゃケアしてるの。え、ね、すごくない？ずっと立ってもさ、頭皮いい匂いする人。汗かいてないからなんかな。ね、無理じゃない？マジで羨ましいんだけど。いやいや、毎日お風呂入ってるって言っても、だってみんなほぼ毎日お風呂入ってるやん。お香みたいな匂いする。え、でもさ、お香の匂い好きな人結構多くない？なんかそれこそさ、あの線香の匂いとかいい匂いするじゃん。なんかわかる、なんかいい匂いっていうか、なんかその線香の匂い落ち着くみたいな人もいるやん。うちは別に線香の匂い嫌いではないよ。ね、なんかさ、ね、線香の匂い嗅ぐとさ、なんか決まらない？ごめん、なんか決まるっていう表現が一番あれなのかわかんないけどさ、なんかめちゃくちゃ体軽くならない？え、ね、わからない？なんかさ、線香の匂い嗅ぐとさ、体の中ふわってしない？うちだけこれ。え、なる人いない？
あ、リラックスしてるからなってんのかな。え、ならない、嘘。うち結構あれなんだけど、 お線香の匂い嗅ぐとなんかフラってするぐらいにはふわってするんだけど、普通にあれなんか転びそうになるぐらいふわってなるんだけど、もしかしてうち幽霊うち絶対なんか取り付いてるやん。え、マジでこれうちだけなの？みんななってると思ってたんだけど。え、だってさ、そうだからふわって飛びそうになるってことは決まってるってことやん。うち線香でなんか決まるタイプの人間なんだ。じゃあ、いや、線香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 、遅れたわ、ここも今来たです。年内に払っといて。え、でもうちガチで一回お払い、お払いっていうかなんか、なんかついてるのがなんか見てほしい、見てほしさはある。なんかちゃんとガチの人に、なんかもうめちゃくちゃガチの人、なんかあのもうテレビとか出てる感じのぐらいの人たちに見てほしい。あ、そう、霊媒師。え、ついてんのかな、どうなんだろう。え、そう、線香もそうだけどさ、あのあれあるやん、あのお経とか唱えるときにさ、あのチーンって鳴らすやつあるやん、金属製のお椀みたいなやつ、チーンってやつあるやん。あの音めちゃくちゃ好きなんだよね、うち。おりんっていうの、あれマジであの音聞くと飛ぶんだよね、うち。いや、木魚はちょっといい。あの音ガチでえぐい、ガチでえぐい、あの音。なんかそのなんかその幽霊っていうか、そういう系の動画を見てたよ、心霊系ので、お祓いなんかその生身だなんだかなんだかみたいなお経を唱えた後にチーンって鳴らしてて、その音があまりに気持ちよすぎて決まったえ、何この音みたいな。その音を聞いて寝てたもん。起きたらだからお経始まってた起きたら動画が多分自動再生されてお経まで行ってて、お経流れてた。起きたらマジでビビった。マジで一回なんか夢かわからんかったもん。え、なんか流れてるんやけどみたいな。なんか iPhone が下もなんか枕の下とかに行っちゃってて、マジでわからんくて。今サウナとかでも整ってる時にリン使ったりする。え、そうなの。え、でも本当にすごいもん、あの音ガチでファーってなる。ガチで聞いてみてほしい。多分絶対 YouTube とかにあるから、おりんで調べればいいのかな。マジでいいよ、あの音。マジ、病んでる時とかストレスある時にその音聞いてみ。ガチで清々しい気持ちになるから。成仏するわ、そろそろ。あと15分あんねん。あと15分お経流す配信していい？お経フリー素材で調べて。でもさ、多分うちの実家さ、なんかね、そう、実家にいた頃うちなんか金縛りとかそういうのがちょっとひどかったんね。てか多分なんか実家に多分絶対ついてたんだけど、多分絶対めちゃくちゃいたんだと思うんだけど、うん、そうで、多分なんかそのうちのなんか一時期いた、なんか物置部屋みたいなとこ、うちあの自分の部屋にしてた時に、あの金縛りと、あの、屋根、何？それこそアリス症候群だっけ？あの、目つぶってるのに天井が見えて、天井がめちゃくちゃ近づいてくるみたいな、あの、アリス症候群みたいなってん。忘れたけど。なんか、それもめちゃくちゃなってたし、なんか、もう、めちゃくちゃなんか天井からすごい目線、視線感じるし、みたいな。感じのがあったんだけど、で、後々聞いたら、昔、その、何？部屋？
の位置になんかもう亡くなったなんかうちにあたるひーばあちゃんぐらいなんかのひーばあちゃんぐらいの人の部屋だったんだよとか、そのおじいちゃんが今普通に生きてるおじいちゃんね、おじいちゃんがその家の改造をするたびに毎回見る夢があって、あのうちが玄関にいるんだけど、で実家長い廊下があったんだけど、その長い廊下の先からもう顔も見えない女の人が、赤い服着た女の人がどんどん近づいてくる夢をすごい定期的に見てたの。おじいちゃんが家を改造するたびに、なんか部屋作ったりとかなんかの位置を動かしたりした時に、でそしたらまたそのひいひいばあちゃんみたいなのが赤いエプロン着てたんだよねみたいな、前あの赤い割烹着っていうの、え、そう。だからワンちゃん取り憑かれてんのかなうち。だってすごくない？そんな偶然重なるみたいな。え、ガチじゃんみたいな。そうで、だからで一時期をあのママとずっと同じ部屋にいた時も真横が仏壇の部屋だったんね。だから仏壇の方からめちゃくちゃ物音したりとかめっちゃあったんよ。え、ひいばあちゃんなんか、多分ひいばあちゃんぐらいに取り憑かれてんのかな、多分。え、守ってさ、くれてんならさ、怖い夢見させないでほしくない？気づかせようとしてんのかな、あたいいるで、みたいな。ね、なんか怖いことせんでほしいよ。なんか、天井から突然飴玉落ちるぐらいにしてほしくない？まあ、それもそれで怖いから。なんかトトロみたいなさ、なんかちょっと右見て左見て右見たらまたなんか飴があったみたいな、あれ今右に飴なかったよねみたいな、なんかそんぐらいでよくない？怖いのよ。だってその夢見るためにめっちゃ不快だったもん。え、そう、でもガチでお墓ってめちゃくちゃ家に影響するらしいね。なんかお墓がもう自分の家ってことになるから、例えばお墓の頭の部分にが汚れてたり欠けてたりしたら、もうその家系はめちゃくちゃ頭痛で悩まされるとか、そのお墓の敷地内に雑草が生えてたり しても家に不幸が来るとかめちゃくちゃあるんだって。そうそう、だから定期的にお掃除するんだって。なんかそういう話聞くと、うわ確かにってなるよね。寝れん。怖くなった。うん、怖いですか？ごめんなさい。汚れてるよって、あー、そうガチで教えに来るんだって。汚れてんだけどとか、ちょっと傾いてんだけどみたいな。あとなんだっけ、家のどっかの方向が汚れてたら、あれ、玄関かな。明日夕方からバイトなんやけど寝れんかもしれん。多分寝るけど、夕方なら全然間に合うやろ。明日の朝寝ても間に合うぐらいやろ。全然間に合うやろ。明日の朝じゃないわ。まあ明日の朝か、日付的に。マジでお墓掃除行こうな。でもだってガチな話だって、うち上京してからお墓参り全然行けてないもん。行かなきゃな、お墓参り。だからそういう心霊動画みたいなの見て、あ、ガチでお墓参り行かなきゃなって思った。うん、ちゃんと行った方がいいわね。お墓参り行くわ。で、お盆はもう逃したやん。お盆は逃したから、いつ行くのが一番いいんだろう。いつでもいいのかな、お墓参りって。なんか、ここ行っとけみたいな時期あんのかな。ね、逃したわ、普通に。お彼岸っていつ？ 3 月。3月？ 9 月？終わったやん。え？
終わったばっかなの。言ってよ、くもちゃん今お彼岸だよって。なんで言わん。でもさ、そう、うち地元が宮城なんですけど、もうそろ寒くなるじゃないですか。ガチでね、冬の宮城はきつい。ガチできつい。なんかさ、地元帰ったらどうせならお出かけとかしたいんだけどさ、もう寒い。だってうち今ですら東京でちょっと外出たらじんましん出ちゃうんよ、顔とか。マスクしててもさ、目元とかは出るやん、どう考えても。もうめっちゃ赤くなっちゃうんだよね。足もめっちゃじんましん出るし。だって今宮城何度か見よう。ちなみに東京は今20度あるね。これ16度やって、4度も違うんだけど。16度だってよ。北海道12度、もう冬だからね。冬。冬よ、冬。そう、結構ね、今の東京の気温でも出ちゃうんですよ。東京が10、あれ、なんか昨日だか一昨日さ、めちゃくちゃ寒くなかった。昨日かな？昨日か。もうクレープ買いに行ってる途中で出たもん、普通に。でもまだ30度近くなる日あるみたいね。どうなってんの？嘘でしょ？日本どうなってるん？大丈夫？これがあれですか？地球温暖化ってやつ？いや、そりゃ体調も壊すよな。最近は低気圧エグかったしさ。てか、なんなら普通に昨日とかも低気圧あったんちゃう？ねえ、おかしいよね、気温ね。だって今日は別に、でも今日は別に普通か。寒くはなかったかな。特に長袖着とけば。カモンさんアレルギーね、やだよね。うちは完全に寒いと出るタイプ。そうだからさ、そう、それのね、低気圧がさ、ガチでうち、もう頭痛い通り越して本当に引くほど眠くなっちゃうの。もうなんか、例えば十何時間とか寝て起きても本当にもう目開けられないぐらい眠いみたいなのが続いちゃって、そう、それでね、キャスもできてなかったんよ。無限に寝ちゃってて。なんで低気圧ってこんな影響されちゃうんだろうね。マジで眠かった。本当に。もう、死ぬってぐらい眠かったんよ。待って、眠すぎると思って。ねえ、なんか雨もね。でも梅雨は、さすがに終わったわ。最近もね、雨降ったり止んだりすごいもんね。マジで。そう、抗えない眠気だったんよ。そう、だから低気圧来なきゃ、まあ、まあって感じ。まあ元気かなぐらい。うん。低気圧に負けない女になりたいんだけど、どうすればいいんだろうね。もう絶対治んないだろうな。生まれ持ったあれみたいな感じなの。いなきた、ここの振り返り声入れすぎて入った。ありがとう。いなったい。あさってとかまた気圧上げ、またあ、ほんとやん。なんなら今日雨降る、あ、違う、今日はいいんだ。日曜日か。日曜、日、月か、今のところ雨だわ。ねえ、雨降りすぎじゃね？ちょっと待って。なんでこんな雨降る？14、1、2、月曜日。月曜、ほら、うちが予定あるとき毎回雨なんだもん。マジでうち予定ある、なんか外出るとき毎回雨なんだけど、なんで？だって一昨日もうち用事あったんよ。一昨日も雨降ったんだもん。急に。
マジで嫌なんだけど。ガチの雨女だよ、うち。なんで雨女なんだろう、こんなに。前までそんなことなかった。まあ気圧とかね、気温には気をつけていこうって話ですよ。かれこれ話してたらちゃんと1時間半経ちまして赤字になってきましたよ。締め出した、やめろそれ言うの。ちょっと恥ずかしいだろうがそれ言われると。まあてことでね、まあ改めまして、本日ライブの振り替え公演のお知らせと、あと払い戻し、あと事前グッズのお話をさせていただきました。払い戻しと事前グッズに関してはね、公式スタッフアカウントがツイートしてるので、あ、てか今リツイートする、リツイートするわ。クロークも、はい、リツイートしたので、こちらを、よく見てもらえると助かります。各自お手続きの方よろしくお願いします。ということで、とりあえずね、来年の2月28日に振り替え公演決まりましたので、お願いします。あ、まあ、あと誕生日ホールケーキね。はい、ということで、今日は1時間半経ちましたので、そろそろ終わりにしたいと思います。いや、いっぱいお話ししてくれてありがとう。コメントもいっぱい来て嬉しかったわ。ありがとう。またツイキャスするので、ぜひ遊びに来てください。ということで、おつくまでしたー。おつくも、あしゃべちいち、かばしたい。おつー。